どうも皆さんこんにちは、そのキャビでございます。今回はですね、ピクセルペインターズっていうね、まあ、こちらのゲームを、ミニゲームですね、やっていこうと思います。ではね、試合が残り10秒で始まります。では簡単にね、ルール説明の方をさせていただこうと思います。でこのゲームはハイピクセルサーバーにまずありまして、まあミニゲームアーケードっていうところのね、欄の、最新のやつなんで一番右下かなにあります。ジムキャットで、これはルール簡単です。ただ3分間、時間、あ、4分ですね、与えられて、3分間与えられて、その間にそのジムって書いてあるとこ、まあ、これが題名じゃなかったお題なんですけども、まあ、それをですね、書くっていう、書いて、最終的に抽選じゃないな投票し合って優勝者を決めるみたいな、そんなゲームなんですけども、今回ですね、なんと猫じゃないですか猫ですよね。で僕猫じゃないですか、これ猫なんですけども、皆さんにたまにこれネズミなんじゃないかとか言われるんですけども、あ、そんなことないんですよ、猫なんですね。なんでちょっとこれは来たんじゃないかなと、僕のね絵の技術を見せつける時が来たんじゃないかなと思いまして、さっきちょっと一回試してやったんですけども、クールガイスっていうね、ちょ見てこれ、俺テンプレートで書けばさ、これワンチャン優勝いける国、クールガイスっていうなんかよくわかんない男の人書けみたいな感じだったんで、ちょっとそれは難しいなと思ったんですけど、これならワンチャンありますよね。正直来てみ、これマジで、これツナキャピ書けばさ、だって猫じゃないですかちょっと左右対称にしたいね。こんな感じでいっか、何が何でしょう、それらしく見えればいいから、それらしくスナキャピをこうして灰色だね、全色灰色でここら辺塗る。これね、時間がちょっと結構ね、意外と少ないんですね、ガチで描こうとすると。もうちょっと薄い方がいいかな、まあいっか、あーでもこの色の方がいいかも、変える時間あるかな、残り2分しかない、やばいやばいやばい、この色、スナキャピはこの色スナキャピ描きますから、やっぱ猫なんでね、僕猫ってこと証明したいと思うんでいやー、このゲームね、俺絵描くの好きなんですよね、正直自分、目指してる方向が絵なんで絵なんで、この絵で大丈夫なのかというね、ちょっと問題なんですけどやばいやばい、時間がない、早めにザーッと、なんかここら辺ツールあるんですけども、今回ツールなしで行こうかなと思っております。待って、これ時間足りないぞ、ワンちゃんやばいぞ、残り2分、ちょっと切ってる、ちょ、すいませんね、酔うかもしれないんですけど、このガーってるやつ申し訳ない、早くくそ、これ書くの時間かかるな、めっちゃ、ちょっと全部埋めるの難しいかもしれない、難しい、くそ、なんか ラグなのかわからないけど、ちょっと遅いんだよね、出るのが、色がつくのが、ほい、やめ、ね、ネズミかもしれない確かにこの色だと確かにネズミ色って言うじゃないですか、ワンちゃんネズミ色に見えてきた、俺もやばいぞ、あ、1分切った、やばい、ここで目を描きます、オッケー、え、ネズやべえな、ネズミだ待って、これガチでネズミに見えてきたんだけどやべえ、これはどう考えてもネズミだ。ちょっとスネキャビの顔をもうそろ変える時期かもしれなくなってきましたね、やばいです、あ、赤になった、黒になってない、残り30秒切った、やばい、これでベロまで作るんだよ、ベロまで、少ないか、待て、おすけ、残り10秒、15秒ある、いいぞ、ギリ完成する、するんじゃね、あ、いい感じ、おい、来た、ひでえ、はい、焼き終わったんで、今から投票ですね、上手い人いるのかな、うわ、みんな上手くね、ちょっと待って、レベル高いって、それは、これかわいい、これでもなんか、まあ、右クリックして投票できるんですね、いや、これとこれ、うまいな、やば、やべえぞ、マジで。俺の部屋まだか、俺の部屋はまだだな、皆さんうまいですね、これやばくね、これ、え、すげえ、
これめっちゃすげえ。めっちゃ星じゃなかった、コインも集まってるし、やばい。みんなうまいですね。あっ来た。自分のに集まりはできなくなってる。やばい。あ、1個入ってる、1個入ってる。1個しか入ってる。俺だよ俺。流されてしまいました。これなんか個性的だね。あれ俺の投票権がないんだけど、なんかまあいっか。いやーうまいと思ったんだけどな。くそ。でこっからは1位を決める的な感じになってくんで、ちょっと僕のはもう終わったみたいなんですけど、いやもちろんこっちですよね。これめっちゃうまくない？マジですげえ。これは素直にすごいと思う。これかこれ、どっちを選ぶか。こっちだね、可愛いから。あ、でもこっちの方が猫っぽいな。寝ちゃったから仕方ない、こっちでいいや。本当に俺目足食った。ちょっとね、もうちょっとこの、まあマインクラフトで絵を描くってあんまやんないんでね、自分。まあ本当の絵だったら結構うまいんですけどね。いやーもったいねえな。猫だったのに。ワンちゃん俺をこのままこうやってやってればね、投票入ったかもしれないね。というわけで今回の優勝者はこの方ですね。ハンディみたいな方、ハンドキャッティみたいな方ですね。おめでとうございます。だからね、まずこちらのねやつでアーケードを選んでいただいて、アーケードゲーム、そうするとさっきのここに出るので、ここで一番右下、これですね、ピクセルペインターズ。ぜひね皆さんもやってみてください。自分みたいな末路にならないようにね。いやー面白かった、結構面白かった。それでは最後まで見てくれた方、ご視聴ありがとうございました。また見てね、バイバイ。Flashing signs, seek it out and you shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told.